ついに超激レア確定きたー。はい、先日から始まっているこちら、にゃんこ大戦争、ストリートファイターコラボ。ガチャには強力なキャラが大集合。そしてビビグリマンコラボの続き2回目、コラボ伝説猫も来たー。それじゃあ、各キャラの性能を軽く確認。まずは言う、たまに渾身の一撃だと。そして唯一の女性キャラチュンリー。赤と黒とエイリアン、3つの敵に対し妨害能力が。そして体を射ている敵のガイル。ザンギエフはゾンビと、バランスよくいろんな敵に対応してる感じ。そしてかなり高評価のブランカは、宇宙編で大活躍間違いなしの性能。そして白い敵の攻撃力を下げるダルシム。剣も対3属性、赤、天使、浮いている敵を妨害。そしてラスト、伝説コラボキャラ。白い敵に極ダメージ、欲しいぜ。ってことで久しぶりにね、がっつりガチャ引いていくぜ。まずは猫缶9000個、60連分用意したので、伝説レアが出ない限り、全部引き続ける。ちなみに今日は最高で、100連まで回す準備が。さすがにそろそろね、ルミナちゃんに続き2回目。伝説キャラが欲しいんじゃあ。はい、10連目もそろそろ終了。さあ確定枠は誰かな？お次、ブランカ来い。はい、確定枠は志村さんでした。簡単な。まあまあ、今日はたっぷり弾けるのでね、超激レア確定だし、さすがに超激レアキャラはコンプできるでしょって思ったが。ビックリマンコラボガチャの悪夢を思い出してしまった。はい、数ヶ月前のビックリマンコラボガチャ、初のコラボ伝説キャラを狙い。確かがっつり、150連引いたのですが。まあね、確率的に伝説猫は出なくてもおかしくないけどさ。あ、結局伝説猫は引けずしかも。まさかのヘラクライスト、一体もです。あ、20連目の確定枠はザンギエフでした。そして右のスーパーデビルちゃんはまさかの11体も出るという偏りが。もう視聴者様もなんか似てるからって。おかま主の呪いとか言われたな、そういえば。さあ、今回はせめて超激レアはコンプできるかな？あ、ここでダルシム来ましたが、ダルシムだけレアチケットで当たってたので2体目。ってことは現在ゲットしてるのは剣、ダルシム、ザンギエフの3体。一番欲しいブランカとチュンリーがまだ来ていないぜ。はい、お次確定枠。で、またお前かー。まさか、スーパーデビルの代わりに今回はダルシムなのか？それは嫌じゃー。40連目、さあどうだ？伝説さん、来てくれ。出たね、佐藤。で、ここで確定前にブランカ来たからの確定ザンギエフ。ってことは超激レアはあと、リュウ、チュンリー、ガイルの3体でコンプ。ってことで行くぜ、50連目。伝説を引き当てる。マジでなぁ、ルミナ引いていこう。なんだかんだ伝説猫狙ってウルトラソウルズ、ギガントゼウス引いてきたけど、なかなか、2体目の伝説は降臨せんな。まあ確率 0.3% だしね。リンゴちゃんに連続。さあ確定枠、持ってないの来るか？残念ブランカさんだけど、ブランカはかなり強いっぽいのでオッケー。それじゃあ行くぜ、60連目。ここで伝説とチュンリー来なかったら、追加で課金いたします。はい。もうそれほぼ課金決定コースやん。今日でまた、3名から4名のユキチ様が主ちゃんの財布から旅立つな。ごめんなさい、さすがに出るまで作っていうのは怖くてできません。その企画で20万近く使ってる YouTuber さんとかいるしな。さあ確定、チュンリー来るか？で、ザンギエフまたお前か。ってことで猫缶追加し、70連目突入。やばい、これだけ引いてまだ出てない超激レアが3体も。常識悪いね。これは、100連で超激レアコンプもできない可能性が高くなってきた。あらら、確定だけっぽいっすな、ここも。
せめて確定枠、持ってないどれかを。13だー。おお、これで赤はチュンリー、ガイルね。80連目、行くぜ。おお、ここですぐさま2体目の龍が。からの連続剣だー。お、今回初かな？確定枠以外で超激レアみたい？でもな、欲しいのはチュンリーと伝説ちゃん。さすがに、あとは確定だけだと思うけど。って全然出なかったのに一気に3体も。ここに来て龍祭り。90連目、残り20連、チュンリーとガイル、出てくれるか？っていきなりブランカさん出た。これでダルシム、ブランカ、竜は3体ずつね。なのに、チュンリーはゼロー。もはや伝説諦めてチュンリー狙え。で、ダルシム、KY 登場すな。からの剣、ガイルとチュンリーは来ないのに。おいおい、マジで頼むよ。出たー。90連目でようやく。これで残りは伝説とガイルだが。まあガイルはそこまで欲しい感じではないので、100連目、ここで出なかったら諦める。ラスト、ミラクルを起こせ。見事にレア祭りからの。レア祭りからのレア祭り。確定枠はブランカさん。4体目。はい。ってことで今回も、伝説はゲットならず。ゲットしたのはこんな感じ。竜3体、チュンリー1体、ザンギエフ3体。ブランカ4体、ダルシム4体、ケン4体、ガイルは0でした。それじゃあ最後に、コラボの極ムズステージに挑戦。おっしゃ行くぜ。このステージは黒い敵が多いのでね。まずは壁と黒い敵対策、傘地蔵などで応戦。コラボでは何個も黒い敵妨害だったので入れたぞ。あとはですね、このステージボスが非常に厄介。ちょっと出てくるまで待ちましょう。お、出ました、このステージのボスさん。このゴーキリンの攻撃範囲が広く厄介。遠距離攻撃のキャラじゃないと攻撃当てるのもなかなか厳しいのでね。ってことでネコルが族、アフロちゃんなど先生。まあ素早いキャラで攻撃ってやり方もありだったかもだけど。お、でもこの壁の後ろからの遠距離攻撃、いい感じ。こっち、このままボスを倒しちゃえ、と思った矢先。あ、あれ少しずつ押され始めた。ここでネコルが族全滅、やばい。あと少し、あと少しで倒せると思うんだけどな。ここで敵の援軍だー。お、終わった。これは終わった。はい、最後アルアガキのアフロちゃんも虚しく。ついにゴーキさんの攻撃がお城に。負けたー。ボスの残り体力、8%。やっぱあと少しだった。ってことで今度は、あんま攻撃が届いてなかったトゲちゃんを外し、超遠距離射程、フルの恩返し第3形態、急所技戦士コスミックコスモを選定したぜ。これでさっきよりダメージが入って、ボスを倒せるはず。あとはボスが出る前に、可能な限り2ページ目の猫を生産だな。はい、続々とでかいのが出てきました。出たな、ボスさん。それじゃあこっちも、ボスも生産じゃあ。さあ、今度こそ押し切れるかな。ちょっと壁不足、なんとか耐えてくれ。お、でもさっきよりボスにダメージ入っている感じは。確かに、そろそろ倒せそうな予感。ロコ敵もいなくなったいまでいけー。普通に倒したー。おい、よかったよかった。さああとは後ろ崩すだけ。イエーイ。
ということで以上、本日はストリートファイターコラボ、遊んでみました。それじゃあまた次回、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。